い、どうも、ピクスイオスです。今回はですね、トミカリミテッドヴィンテージのパトカー2台ね、紹介していきます。まず最初に紹介するのはこちらですね。2016年3月に発売された、日産スカイライン 2000GT パトロール宮城県警仕様ですね。とりあえず開封していきましょう。ちょっとこっちから開いてるんで、こっち先開けますね。こちらですね。こちらはですね、日産 C210 型、210ですかね。210型のね、スカイラインですね。後ほど紹介していきます。そしてこちらがね、最近発売されたね、日産 Y30 グロリアバンをベースにした兵庫県警察のパトカーですね。開けていきましょう。結構ギリギリですね。もうこちらですね。はい、まずはですね、C210 後期型スカイラインをベースにしたね、宮城県警のパトカーの方からね、紹介していきたいと思います。こちらはね、後期型なんでね、革命のライトですけども、同時期に発売された LVN121B というのでは、警視庁に配備された国費タイプのパトカーを再現してますね。そっちは前期型なので、丸めのライトとなってますね。こちらの車両はですね、1980年9月24日に、宮城県警察自動車警ら隊に配備された車両をモデルにしていると思います。その車両はですね、1988年12月まで使われてたそうです。現在はね、宮城県警察の警察資料館というところにね、展示されているらしいです。ただね、展示しているのはね、同じスカイラインなんですけども、スカイラインの赤色灯がですね、エアロソニックという、まあ、丸型バータイプと呼ばれている赤色灯になぜか変えられてます。ちょっと理由はわかんないんですけどもね。私は実際に行ったことないんですけども、鈴島親方が実際に行ったことあるのでね、写真を今回お借りしています。私もね、行ってみたいんですけども、東北って遠いんでね、やっぱりなかなか行けないですよね。他にも白バイなんかも展示してあるらしいです。まあ、横にはね、宮城県警察の表記が入ってますね。で、角バータイプの赤色灯。かっこいいですね。で、リアにはね、スカイライン伝統の丸型テールが並びます。リアの画像もあるかな。ここになんか蓋が再現されてますね。ちゃんとね、赤色灯の真ん中もね、ドライバーユニットが入ってるあのシルバーの部分も再現されてます。かっこいいですね。反対側こんな風になってますね。ここにスカイラインロゴ入ってるかな。大変かっこいいですよね。前もこんな風になってますね。まあこの方のスカイラインを見るとね、西部警察のマシン X を思い出す方もいるんじゃないかと思います。まああっちはフォードセダンじゃないですけども、大変かっこいいですよね。ちなみにこちらの車両はですね、宮城県の県費で入ったパトカーのようで、国費だとね、本来ならば 121B で再現されてる単円筒形赤色灯のようになってるらしいんですけどもね。なぜ県費で入れたのかちょっとわかんないんですけども。まあこっちの赤色灯の方がかっこいいですよね。ウインカーがね、ちゃんと塗装されてたり、曲実証が再現されてたりしてかっこいいですよね。サスペンションも一応作動しますね。裏はこんな風になってますね。字がすごいことになって。続いて紹介するのはね、 LVN215AY30 グロリアバンですね。定価は2900円とね、ちょっと高くなってますよね。もともとはね、兵庫県の公用車だったものらしいんですね。普通のバンだったものを白黒塗装にしてパトカーにしたものみたいですね。まあなんか阪神淡路大震災の関係で転用とかするようになったみたいで、今でもね、トヨタのアベンシスとかをね、こう転用してるらしいですね。なんで兵庫県警の車両ちょっと古かったり変わったのがいるみたいです。ちなみにね、トミーテックではね、35分の1のプラモデルやね、150分の1の N ゲージ、ジオコレシリーズのカーコレクション基本セットなどからもね、登場してますね。この Y30 ですけども、1983年から販売が開始されたんですが、1987年5月にセダンとハードトップは生産終了してしまうんですね。まあその後、セダンとハードトップは Y31 に移行したんですが、このワゴンもしくはバンはですね、1999年まで販売したそうです。だいぶロングセラーですよね。だから Y30 と Y31 がね、同時に販売してたんですね。まあこのトミカね、セドリックワゴンとの差もあるんですけどもね、ちょっとセドリックワゴンの方は今回購入してないんで、ちょっと紹介はできませんね。残念です。
横にはね、兵庫県警の表記が入ってますね。で、ちょっとわかりにくいんですけどね、ちゃんとね、こう、窓にね、クォーターパイプが入ってますね。当時はまだバンにね、ちゃんとこういうパイプをね、入れなきゃいけなかったんでね。まあ、リアこんな風になってますね。かっこいいですね。昔、シダ消防本部にね、グロリアワゴンのね、指揮者というか司令者があったんですけどもね、残念ながら廃車になってしまいました。まあね、先ほど紹介したね、35分の1のプラモデルをベースにね、それを作ってもらったんですけどもね、現在はシダ消防本部の受付に展示してあるはずです。最近見に行ってないからどうなってるかわかんないですけどもね。反対側ですね。まあ、ちょっとね、ここに水色のものがあると思うんですけどもね。まあ、これは関西の規制地域のやつですよね。規制ステッカーでしたっけ？なんか、ちょっとごめんなさい。関西の人じゃないんで、なんていうのかわかんないですけども。そのステッカーが再現されてますね。そこまで再現するんかっていうぐらい、よくできてますね。ちょっと字は潰れちゃってますけどもね。本来なら兵庫県とかなんか字が入ってるはずです。まあ、フロントはこんな風になってますね。旭日照は特に再現されてないですね、これ。まあ、よくできてますよね。まあ、赤色灯はこんな風になってますね。まあ、赤色灯はこんな風になってますね。これが先ほど言ったね、エアロソニックというモデルですね。ホイールキャップなんかもね、よくできてますよね。車内もね、しっかり再現されてますね。これ以前発売された Y30 のセドリックハードトップなんかともね、ハンドルが違うんですよ、ちゃんと。よくできてますよね。こちらの赤色灯もね、よくできてますよね。まあ先ほど言ったね、シダ消防本部の車両はね、グロリアワゴンなのでね、後ろにこう3列目のシートがあるんですね。バンだとこのシートがないんですよ。まあシートつっても後ろ向きなんですけどもね。ほんとよくできてますよね、これ。まあスカイラインの方もね、1980年式ということなんでね、両方とも80年代のパトカーですよね。ちょっとこっちは話が違うんですけども、この Y30 に関しては、ちょっと何年式かわかんないんですけども、一番新しいと1999年に発売されたものになりますよね。でしかも県の公用車だったものなんでね、パトカーになったのはそれよりも後の可能性もありますからね。ちょっと何とも言えないですよね。両方ともね、この角張ってる感じが大変かっこいいですよね。こっちはブラウン系の内装ですけども。こっちはグレーというかね、黒系の内装ですよね。かっこいいです。はい、今回はね、こちら2台を紹介させていただきました。どちらもね、大変角張っててね、かっこいいパトカーじゃないかと思います。まだね、両方ともね、現役というか、まあ、博物館では現役というのかな、スカイラインに関しては。で両方とも見れるには見れるのかな。ちょっとまだその、グロリアの方がいつまで現役かはちょっとわかんないですけどもね。スカイラインの方は一応宮城に行けば見れるのかな？見れるならぜひ見ておきたいですよね。やはりこのグロリア版ね、結構人気が高いというか、登場してすぐみんな買いに行ったみたいですね。僕アマゾンで買ったんでちょっと遅れちゃったんですけどもね。動画の投稿も大変遅くて申し訳ございません。まあ、今回はこの辺で終わりたいと思います。ご視聴の方ありがとうございました。また次回も見てください。それでは。